はいどうも。うん、終わりました。何が？コロナのワクチン2回目終わりました。ツイッターとかやってる人はね、わかると思うけど、ワクチン1回目の時もさ、動画にしてるからさ、した方がいいかなと思って、なんとなく中途半端になっちゃうのも嫌だし、ごめんね、耳かいてるそう、だからね、ちょっとお伝えしようと思って。1回目の時は腕の痛みがあって、サロンパス貼って、で痛みはすぐ引いたんだけど、でもなんかモデルナアーム、ファイザー製打ったんだけど、モデルナアームってやつみたいな同じ症状出ちゃって、かぶれてジンマシンみたいな感じのやつが出ちゃって、でそれが 2,3 日で引いたと思ったら、1回目打った1週間後に脇の下のリンパがめっちゃ腫れちゃって、すんごい痛くなって、それと同時にモデルナもまた再発しちゃって、で熱も37度6分だったかなぐらいまで出て、1週間後ね、しかもそれはでそれが2日間ぐらいだったかな。でやっと、ほんとやっとよ、1回目の副反応が全て終了して、で2回目のワクチン打ってきました。でもね、今日はもうね、1週間と1日経ってる、ワクチン打ってから。なんかさ、私さ、1週間経ってからもさ、なんか反応出るから、ちょっと様子見ようと思って。2回目はね、注射打ってくれた先生がなんかすごい陽気ないい人で、で私血管迷走神経性湿疹、合ってるかなそう、あれがあるから横になって注射打って、で2回目の時ももう私が行ったらすでに名簿のとこの名前に蛍光ペン塗られて要注意人物みたいになってて、で横になってやりましょうってすぐなったから、で横になって、でなんかちょっと陽気なおじさんが注射打ちに来てくれて、注射がさ一瞬なったの。痛いかなと思ってクッてなったんだけど、痛いって言われて、あ大丈夫です、もう終わってるよみたいな、もう終わってんのっていうさ、めっちゃ良かったの。もう痛みとかもう痛いかなって感じるより先になんか終わってたみたいな。なんかさ、1回目の時はね、おばちゃんやってくれてるんだけど、刺して入れてる感じ、1、2、3秒弱ぐらいかなみたいなのがあって、抜くみたいな感覚までなんとなく感じたんだけど、その2回目のおじちゃんの時は本当にブスって刺して一瞬の痛みだけでもう終わってたから、超うまいと思ってなんかそんな不安がなかったらさ、なんかその湿疹の気分悪くなるやつもならなくって。でもその先生にね、どう体調どうって聞かれたから、なんか今回全然平気そうですって言ったら、その先生おじちゃんがね、やったーとか言ってめっちゃ可愛かったいいね、なんかあの感じだったらワクチン3回目もいけそうで帰ってきて、それがね午前中だったんだけど、夜かな、その日の夜だったかな、多分熱出ましたわ。あれ夜10時ぐらいだったかな。なんかね、あ来るなっていうのが分かんの。私熱出るとき絶対に体が痛くなるから、なんていうの、関節とかがすごい痛くなってきて、これは確実に上がるって分かったから、結構早めに寝たんだけど、全然寝つけなくって、でさ、何度ぐらいまで上がるかさ、ちょっとさ確かめたかったのもあるから、解熱剤とか飲まないで我慢してたんだけど、ダメだった。2時間ぐらい経っても寝れなくって、その時にもう体温測ったら、寝る前は37度5分くらいだったのかな、ちょっと忘れちゃったけど、もうね8度3分まで上がってて、8度3分で私は限界。なんか体温計40度とかのさ写真載せてる人いるけどさ、40度まで耐えれるってすごいよ。無理無理、それまでに解熱剤飲んじゃうもんだって。もうダメ、しんどかった。もう張って薬取りに行って、いやー地獄だったわ。もうさっさと飲んじゃえばよかった。あれもう我慢しちゃダメ、あんなのは。絶対上がるって分かってんだから、もう37度超えたぐらいでもう飲んじゃった方がいい。効くのに1時間ぐらいかかるから、じゃないともう本当に地獄を見るでやっとそれで薬が1時間ぐらいして効いて落ち着いて寝れた。
でも次の日もやっぱり、朝はねそんな体温高くないんだけど、薬が切れてお昼過ぎぐらいから徐々に上がってって、自分で、ああ来るな上がってきてんなっての分かるから、もうそっからは早めに飲んだ。間髪入れずに飲んでたかな、解熱剤。まあ上がってくるってなる前ぐらいに飲んじゃってた。でそれが3日間ぐらい続いたかな。で3日目がちょうど仕事だったから、もうさ朝からすごい体調も悪くって、気持ち悪いしめまいもするし体も痛いし、で解熱剤飲んで行ったんだけど、電車の中でマジで本当に気持ち悪くてどうしようかと思ったやばかった。で会社の入り口にさ熱測るさスマホみたいのがあってさ、こう顔を近づけると熱測ってくれるやつあるじゃん。あれでこう近づけたら37度になって、承認されませんでしたとか言われちゃったんだけど、もうガン無視で入ってったよね分かってるもんだって原因。でもねその日のお昼にもう一回解熱剤飲んで、そっからは上がんなかった。だから3日間で終了した熱は。3日間は大体多分38度ぐらいまで上がると思う。うん。もうね、ここは我慢せずに解熱剤を飲む。私はロキソニン、普通のやつのロキソニン飲んだけど、すぐに効くタイプの方がいいかもしれない。結構しんどかったから。うん。で、そっから1週間と1日が今日経ちました。なんともない。大丈夫そう。なんだったら2回目の方がそんなでもなかったのかな。1回目の方が本当に引きずったな、結構。今回ね、腕もほとんど腫れなかったし、モデルのアームも出なかったし、脇の下のリンパは腫れた、痛かったけど、まあそんなに激痛ってことでもなく、あと引いたけど別にそんなに痛くもなかったから全然我慢できた。うん、そんな感じかな。うん、ワクチン3回目があるとしたら私は打つかな。うん。いやね、ワクチンのねこの副反応とか、あと今後の人体に与える影響とか考えるとちょっと分かんないけど、でももうなんだろう、この先のことよりも私は目先の今のコロナに感染しても重症化しないようにっていう方を、ちょっと私はそっちの方をあれしたいかなって思った。うん、だってさ、きっとさ、コロナかかったらこんなもんじゃないでしょ。38度3分で苦しかった、きつかったどころじゃないからさね、副反応というもののリスクはあるけれども、コロナよりはマシでしょということで、私は3回目があったとしたら多分打つと思う。うん、まあそれは人それぞれだと思うけど、うん、とりあえず2回目のワクチン終わって、私はそんなにひどくはなかった。熱は上がるけど、これはしょうがない。解熱剤は用意しておいた方がいい。冷えピタもあった方がいいんだけど、今の時期あれ薬局で冷えピタが売ってないから、子供用しか、大人用はね売り切れちゃってる。やっぱねワクチンのあれがあるから、みんなあれだろうね買っておいてあるんだろうね、全然売ってなくてさ。だからね、冷えピタないなと思ったら、薬局、ドラッグストアじゃなくてスーパーとかのね、そういうコーナー探した方がいいかも。うん、薬局売ってないと思った方がいい以上、私のワクチン2回目のお話でした。うん、なんかね、別にもういいかなって、そんなにひどくなかったし、もうね済んじゃったからもういいかなと思ったんだけど、1回目の動画出しておいて2回目出さないと、あの人2回目どうなったんだろうみたいに思われちゃうかなと思ったから、ちょっと撮ってみた。そんな日つうことで、今日はこの辺に出す。ほな、うん、怖くないから打っておいで。